つやの車の話始まりました。はい、墓参り行きましたか。墓掃除行ってないな。この行ってないこの目の泳ぎ方は行ってない。これは行ってないですね。絶対行ってない。今目が泳いだもんだって。久しぶりに見ました、大人が目が泳ぐ瞬間。本当に泳いでた、泳ぐんだべって、ね、正直なのこの人は。確かに。あーって本当こうなってた。行かなくちゃというのは、話長くなるんですけども何ですか。僕の両親が眠ってるのが実は千葉なんですよ、はい、お墓があるのが築地じゃないの。築地じゃないんですよ。それで、ね、家族がいるんだけどもなかなか行けないじゃないですか、うん、だったらその千葉にあるのもいいんだけども、うん、東京の方に移したらどうだと。楽してる楽してる。俺長野まで行きますよ毎年。申し訳ないです。いろんな形がありますからご家庭によってね。まあそうなんだけども千葉なんかすぐだよ。、ね、まあでもまあね、まあ、ご家庭によってやっぱここ結構あるんですよ。いろいろで面倒くさがりやらないわけよ。そんなことない。俺長野まで自分で運転してくよね。墓掃除して帰ってくるよ。あれ大変ですもんね、お墓の掃除って ね。ところで今日は何なの。そうですよ、お墓の掃除の話ではなくて、うん、お二人の好きなエンジンの話を聞かせていただきたいなと。あ、テリーさん、はい、僕はね、うん、ずっとワーゲン乗ってるでしょ、はい、もう本当に学生時代から乗ってるんで、うん、ワーゲンのフラット4、うん、フラット4のね、この水平対向ですか、はい、まあ、ポルシェもそうなんですけども、うん、あのなんか、このなんか空冷エンジンの音を聞くとなんか、ね、独特独特ですよね。独特フラット4は。いや本当にもうなんかトトトトトトトっていうのがなんかものすごく好きで、ね、どっちかというと、うん、スバル系の。あ、そうですね。パラ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 、うんうん、またなんかなんかなんていうのか。でポルシェはもっと綺麗な音なんでしょ。そうですね、まあ、両方ともね、あの一緒なんですけどね、うん、水平対向でだなんかこのエンジンがなんかホッとするんですよ。ああ、わかるわかる。いろんな車も乗ってるんですけども家帰ってこのワーゲン、まあ僕もポルシェも乗ったことあるんですけども、うん、ワーゲンの時とね、なんかほって本当に家帰ってしまった。なるほどね。大好きだね。土屋さんは何ですか。俺いっぱいありますよ。まあそうだよね、うん、だってやっぱこうセブンも俺自分でオーナーだったしね、うん、ロータリーのあの音いいでしょ、うん、であとホンダの V テック、うわ、ん、ーっていう頭おかしいのかみたいなね。あとは RB26、これは名機ですよ、最初にターボをした時どうでした。ターボ、まあ僕が乗ってたのは KP61 のスターレットとか AE86 だったんで、やっぱ憧れるわけですよ、乗った時にこうあの当時の90年代のターボってうーん、なんか途中がそうそうそう、今みたいに下からある あのトルクじゃないの、だからうわー VTEC みたいだっていうね、そういう印象ありますよ。なんか突然ターボが出てきた時、僕は一番最初に乗ったのは BMW の 2002 ターボっていうのが、うんうんうん、まあ、それこそ、まあ、ポルシェの前だったと思うんですけども、うん、出てきた時乗ったんですよ。もちろん自分で買えるわけじゃないんだけど、はい、途中からなんかね宇宙船に乗ってるような、まあ、多分運転ドライバーがそういう風な運転の仕方をするので、こう乗ってるのグーッとなんとかグーッとこうね、ターボはね、ターボでグーッと、あ、すげえっていうふうに思いましたよね。ね、奥深いですね。いやだからエンジンって、ね、エンジンの音ってやっぱそのメーカーそのメーカーで独特。スバルは本当にバラ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 みたいなさ、そうですね、生きと死んでんのかみたいな。だけどあれが好きなの。スバリストは。長くなりましたよこの話は。すいません。ということでですね、はい、今回は、うん、まあ、ちょっとエンジンに注目したいと思っているんですが。はい、テーマが、今回のテーマはですね、ロータリーエンジンに注目しようと思っております。はい、すいません、どんどん話が進んじゃうんで、まず私が聞きたいんですけど、ロータリーエンジンって何ですか。何ですか。いや、でもいい質問です。だってなんかずっとロータリー、ロータリーって言うから、まあ、え、なんだろうって。確かにいい質問です。そうですね、ですあのロータリーっていう言葉を聞くと、回るんですよね、うん、レシプロ普通のエンジンは、レシプロエンジンといって、丸いピストンが上下に動いて、その動いたものを回転クランクでね、回転運動に変えて動力にしてるんですよ。だからロータリーエンジンはロータリーというぐらいで、もうピストンに相当する三角形のローターがあってね、これがくるくる回るんですよ。だから往復運動をしない、回転運動から回転運動に力を伝える、そういったレシプロエンジンとは全く違う機構を持ったねエンジンなんです。ね、あれなんでまず
マツダはあの時期にロータリーエンジンを作ろうと思ったんですか、はい、いい質問です。それはですね、マツダが待ってましたみたいな。いや、ね、ね、ロータリーエンジンをマツダが開発するっていうのは会社の命運をかけたですね、時代的な挑戦だったのね。1960年代に外国の車に、外国の自動車メーカーに日本の自動車メーカーを、ね、再建させなければいけないということで、国の方針で数ある自動車メーカーを再編しようと、うん、そういう国の動きがあったんですよ。その時にマツダって小さなメーカーなので、特徴がなかったらトヨタとか日産とかにね、全部吸収合併される、うん、だからマツダならではの技術を持つことによって、マツダの、マツダ当時は東洋工業って言ってますけどね、うん、東洋工業の存在感を出そう、そのためには独自の価値が必要だ、うん、世界の誰もがやっていない夢のエンジンと言われたロータリーエンジンをね、うん、ドイツの NSU バンケルに行ってライセンスをいただいて契約して開発したんですよ。そして67年にコスモスポーツによって世界初のロータリーエンジンが完成される。このコスモスポーツをちょっと見ていきたいと思うんですけれども、はい、うん、今回ですね、ロータリーエンジン搭載車を、過去発売されたものをあ、まあ、どんどん見ていきたいなと思っておりまして、まず最初に紹介しようと思ってたのがこれなんですよ。コスモスポーツですね。この車ですよね。でもこれ、コスモスポーツって当時いくらだったんですか。当時は、うん、私の手元資料によると148万円だそうです。タコスカ GTR が150万でしたよ、うん、高くて買えないって親父が言ってたもんね。買えないですね。だからそれと同等ですよ、コスモスポーツは。これ後ろ姿もかっこいいんだよな。綺麗、本当綺麗。なんかあれウルトラマンのさ警備隊みたいな感じでしょ。はい、それがまた人気あったんだよね。これが世界初の量産ロータリーエンジン搭載車。そうですね。だそうです。手作りでは実はロータリー言ってましたよね。そんな量産じゃないけど、ね。そうですね、はい。じゃあ続いてこちら。これ電気型ですか。これ電気ですね。やっぱサバンナがあるんですか、やっぱりハコスカを抜いたってことですね。50連勝止めたのがこの車ですよ。そうですね。そこでも一気に、うん。その僕の親父世代がスカイライン GTR をやっつけた車。いや、その通りですね。めっちゃね。そうです。日本中が沸きましたよね。前にグリルが三角になってる、はいはい、ロータリーマーク。あれ僕はこれが、ね、おにぎりっぽく。あ、そうですね。まさに三角形ロータリーの、ね、これはなんかおにぎりっぽく見えて、うん、これがぐるぐる回るんですよね、実際はね。ありますね。ここからじゃあサバンナ RX7 になってくる。左側がサバンナ RX7 の初代ですね、はい、初代でこれ2代目と、うん、2代目です。これの CM、うん、ものすごい強烈的でしたよ。あ、そうですか。腕に自信のない方は乗らないでください。わ、すごい。あ、そう、マツダめっちゃ強気な CM 打ってましたよ ね、 ね、この SN2C からロータリーエンジンは専用のボディをですね、持つようになりました、うん、それまではたくさんの車にロータリーついますけど、それではロータリーの特徴が出ないので、うん、スポーツカーにということで、この車かっこよかったですよね。いや、めっちゃかっこいいですよ。特に後ろ姿がかっこよかったね。ガラスがさ、ボルボみたいにちょっと、ね、そう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 、ね、回り込んでて、ガラス襟が大きくて、これも綺麗な車。これはよかった。あ、さあ、それじゃあ2代目を見つけた、はい、これ、はい、FC ですね。 FC と今これは2代目で、初代からスポーツカーをどん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 進化するとやっぱパワーも上がるし、うん、車もですね、少し大きくなっていって、うん、雰囲気がいわゆるやんちゃな初代のサバンナからね、うん、少し大人びたような、すごい高級感の増したサバンナに変わってきましたね、うん、これでしょ、私乗ってたの。そうですか、乗ってたの、うん、これのオープン、オープン、うん、これオープンありましたよね。ありました。このオープンの黒乗ってました、私。シャレた車に乗ってますね。だいぶシャレてますね。で、ここは上が実はね、ホロじゃないんですよね。いや、ホロですよ。いや、硬いんですよ。硬いです、もちろん。側はホロ布だけど、中にはきちっとした、ね、骨格が入ってます。骨組みが入ってます。そうそう、だから雨の音が、ホロの音がしないから、セクシーじゃないんです。セクシーじゃない。セクシー、やっぱりホロの音って、雨が当たるとセクシーじゃないですか。なるほどね。でそれがなんか段ボールみたいになってるから硬くて、だから多分それの方が、うん、なんていうかな、なんか耐久性があるから、うん、ああやったんだなと思ったんだけども、うん、さあ続いて、ね、はい、これですよ。あ、これですね、はい、まあ、最終的なサバンナ RX7 と、はい、RX8 と、この時代にこんな軽い車を作ったんです。
大体この時代って1350キロ以上ですよね、うん、そうですね。本当にこの2台は、うん、まあ、この前もそうですけども、もう名車ですね、うん、綺麗。いや名車だわ。特にサバンナのこの最終 RX7 はもうなんかね、綺麗綺麗、本当に綺麗、神車だね。よく正直言って広島のメーカーがどこで、ね、な何食ってる、もみ饅頭食いながらさ、広島県民、ね、広島県民できましたよこれ今。いやでもさ、本当に言うさ、テリーさん、あのマツダのデザインは実は広島で、もちろん広島が本社なんで広島が拠点ですけれども、世界のデザイナーの知恵を集めて作った車なんですよ。もみじ饅頭食べながら食ったわけじゃないんですか。てっきりもみじ饅頭とかさ、牡蠣でも食べながらさ、牡蠣。この時の RX7 は3代目の RX7 ということで、ロータリーエンジンの特徴を、ね、最大限に生かしたいわゆるピュアスポーツにしようということで、暗闇だったらボンネットを踏みつけてしまいそうなぐらいの、ね、ボンネットの低さにしようとか、そういった意味でとてもデザインもです、ね、力を入れて作ったので、これあれですか、あのそれこそロータリーエンジンだからボンネットを低くするとか できましたということですか。はい、うん、それともう一つはロータリーエンジンのパッケージの良さ。スポーツカーってまっすぐ走るだけじゃなくて、やっぱ醍醐味はサーキットやワインディングでね、やっぱり自分が思う通りに走ることができる、うん、そうしたドライバーがこの車に乗ってワクワクするような、うん、そうした挑戦心を燃やさないといけないんですね、そのためにはやっぱり車の運動性能を、ね、高めようということで、うん、軽くする、小さくする、で溶解性モーメントとかね、重心も低くする。本当に RX8 を見せてください、うん、はい、これが最後ですね、マツダのロータリーエンジンはね、まあ、ここ行くしかなかったんだね。そうですね、あの、うん、セブンが1991年から2002年まで作りました、うん、でターボの時代だとこれから先にやっぱり燃費とか、ね、エミッションとかそうしたことを考えたらやっぱり難しくなるんで、うん、ロータリーの数をもっともっと増やすためには4人が乗れるスポーツカーで、うん、しかもそうしたロータリーの特徴が出るようなね、うん、新しいコンセプトの車を作ろう。これ2003年だからいつまでですか。2012年まで作りました。12年か、うん、結構長いですね。ということは10年前ですよね。そうですね、うん、ちょうど10年前ですね、うん、この10年間何してるんですか、このいや2012年で終わりますよね今まで何してたかというと、やっぱりロータリーエンジンの研究をやめたわけないので、うん、お客様がロータリーエンジンのことを大切に思ってくれてるんでね、うん、お客様からはいつかロータリー出してくれってずっと言われてるんですね、うん、いやと思ってますよね。そういった期待に応えないといけない。でも、うん、昔のようなセブンとかエイトとかそうした車に、ね、ロータリーエンジンを搭載しただけでやっぱりダメだろうから、いろんなロータリーエンジンを活用した世の中の環境対応、安全対応に適したものを作ろうということで、最近マツダが発表したのはレンジエクステンダーといって、レンジエクステンダー、ロータリーエンジンを回して発電し、その発電したものでモーターを使って動かす、うん、そうしたものをですね、マツダ今研究しています。そうするともし今後ね、ロータリーエンジンがもう一度再開するとなると、うん、例えば今の環境ですと、うん、SUV とかそういう形になっていくんですか。多様なお客さんがいるので、すべてが SUV っていうわけじゃないですね、うん、きっと。いろんなお客さんがいるので、スポーツカーは残ると思いますよ。スポーツカーはね、僕は残ると思いますね、絶対に。ガソリンほど熱効率の高いエネルギーはないし、簡単にね、給油もできるし、うん、とても効率的ですけども、新しい燃料を、新しいものにしようとすると、今の水素もそうだし、電気もそうだし、やっぱりインフラが同じように進まないと、うん、なかなか進まないんですよね。うん、ではですね、この RX7 と RX8 の現物を、見ていきたいと、うん、はい、思います。それは見たいね。車の話、番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。